関西おったらやっぱなんか懐かしいって感じるもん。関西におるときしか思いつかへんね。だからたくさん出てくる。だから東京と関西37とか64ぐらいで、まあ、ある種行き来できたら最強だと思う。思わず笑ってもらったけど手間かかるなって思ったんだけど、いやいや、お前それぐらい仕事やなあ、みじ。まあそうっすね、やっぱ支えるのがね、やっぱ、うん、いやいや、もちろんやりますよ。お前さ、やっぱ靴の開きで働いたことないからそんな調子取りたいってなあ、名人。確かに、まあ、一回働いてみる。一回働いてくもん、ほんまに。あ、こいつでも一回やってちょっと職業体験させてもいいかもしれない。そう、別に働かないことないやろ。そう一回、お前派遣とかしてこいって。マジ引っ越しの中とかしてビビるかしんどいから普通にちょっと一回派遣したいな。重労働だから日当8000円ぐらいで派遣業。アリサンマークの引っ越しは行ってるよ俺が行ったやつか。めっちゃしんどい。それよりも経験してんから調子乗ったやんって、やっぱり。だからお前クロマーズってやつなんか買うなよなあ。え、誰誰やってんの。いや、つけてないです。生きっとるやろ、完全にクロマーズのピアスな。つけてないですよ、つけろよ。何つけないと思うの。何つけんの。確かに何の気分で使えないと思うの。フリフリするんですよ、結構。それは買うなよ。